皆さん、こんにちは。夏美です。ジャパンテレビの本日ニュースを聞いていただき、誠にありがとうございます。サブスクライブして、最新のニュースを聞いてくださいね。本日の主な内容はこちらです。バルサ式観光隊の非常と舞台裏、新監督シャビは、こうして消えた。キクセティエンが バルセロナの新監督に就任することが決まった。バルセロナの監督に就任した、キケセティエンスデニバルサは、エルネスト・バルベルデ監督の解任を決定。シャビエル・ナンデス・ロナルト・クーマン、マウリシオ・ポチェッティーノなどを、次期監督候補にリストアップし、交渉に入っていた。その中にあって、セティエンは、クライフイズムの新奉者であり、ベティスで、攻撃的なサッカーを実現させた。現在はフリーで、後任に、 最適の人物だった。決定直前、スペインオーティスポーツ紙、マルカは WE、B サイトで、次期監督に関するアンケートを実施。セティエンは、最多28%の支持を勝ち取っていたその意味では、自然な人事とも言える。しかし、非常な決断でもあった、バルベルデのバルサは、リーガエスパニョーラで首位に立ち、チャンピオンズリーグ、CL でも、 決勝ラウンドに駒を進めていた。昨季までリーガを連覇している指揮官でもあるのだ。今回のやり方は、あまり見栄えがいいとは言えない監督交渉が露見した時点で OBE のアンドレス・イニエスタ、ビッセル・神戸までが苦言を呈していた。バルベルデ海人から新監督セティエン誕生の経緯とは1月9日。 サウジアラビアで開催されたスーパーカップ準決勝だった。バルサはアトレティコ・マドリードと戦い、2から3と逆転で敗れている無残な敗北が、解任の引き金になった。1月10日、ドーハ、バルサの幹部たちは、カタールのアルサットで監督を務めるシャビエル・なんですと、緊急に会談している。そこで、2年半での監督契約を打診その事実が、 一斉に報道されることになった。エルネスト・バルベルではもう限界バルサの幹部は、そう決断を下していた。バルベルでは1シーズン目からチームに安定をもたらし、リーガ・エスパニョーラでは2連覇を達成している。前任者のルイス・エンリケと違い、落ち着いた様子で、メディアに対処、選手のマネジメントでも、ほとんどトラブルを起こしていない監督としての実績は、評価されるべきだろう。しかし、CL では1年目は、ローマに、 二年目は、リバプールに大逆転で敗退。勝負弱さの方が、クローズアップされるようになった。首脳陣には、スーパーカップでの逆転負けが、象徴的にエイツたのだろう。何より、バルベルではチームをアップデートすることができなかった。下部組織であるラマシアの選手を登用できていないただの、一人も、新たな戦力に定着させられなかった。その結果、かつての正気味良いパス回しは影を潜め、 バルサはすっかりバルサらしさを失っている。公認として、真っ先に白羽の矢が立ったシャビは、バルサの伝統を取り戻すのに、うってつけの指揮官だろう。ダマシアで育ち、トップチームで、司令塔として長く、プレー、スペクタクルなパスサッカーを実現し、数々のタイトルを手にした。洞察の深いサッカー論は、他の追随を許さず、 リーダーシップもある。ジョゼップ・グアル・ディオラの再来と期待されるアリザイだ。自分の使命はいつかバルサを率いることと、シャビ本人も公言しているように、準備は進めていた。アルサットとは、バルサからの監督オファーがあった場合、解除できる契約だった。しかしオファーから1日後、シャビは断りを入れた実は2021年に行われるバルサの会長戦で、シャビは、 ビクトールフォント候補の公約監督としてバルサに戻る手はずになっている。キューバしのぎの要請に乗って戻るメリットはない。連覇した監督のバルベルデを追放したと見られるリスクもある。そもそもシーズン途中での監督交代は困難を伴うチーム作りをする時間はない。にもかかわらず下手を打てば半年で辛抱を失うデメリットばかりだ。アルサットが カタールの国内カップ決勝に進出し、監督として二つ目のタイトルが目の前にしていたこともあったかもしれない。シャビはバルサの監督を断ってよかったか。マルカのアンケートに9割近い人がイエスと答えた。シャビ待望論が根強いからこそタイミングが今ではなかった。一方でバルサの幹部はシャビに脳を突きつけられ、 監督選定を急いだ。バルベルデに見切りをつけたことが報道された段階で、後戻りはできなかった。フリーのポチェッティーノも有力と言われたが彼は、同時外のライバル。エスパニョールのアイコンだっただけに圧力を生む。可能性があったし、大物だけに交渉も長引く。セティエンは、必然的な選択だった2022年6月末までの2年半契約で、セティエンは、バルサ監督に就任し、円満にも見えるが、 実は、この契約には、政治的な色も見える。2020年7月からの就任なら、シャビは、監督を引き受けけたと言われるそれまで、暫定的に、バルサビーのガルシア・ピミエンタを監督に据える手も、あったが、セピエンと2022年夏までの契約を締結。これはシャビが、現在の会長ジョゼップ・マリア・バルトメウとの関係が、 良好とは言えず、バルトメウ会長が、シャビ監督を避けた策略とも言われる。巨大なクラブ、バルサは、政治的駆け引きの中、その伝統を守れるのか強いだけでは許されない。バルセロナの監督は、骨が折れる仕事だ。セティエン・バルサのウィンは1月19日、本拠地間、プノーデのグラナダ戦になる。 ご視聴ありがとうございました。何かご意見があれば、コメントをしてください。また、最新のニュースを見れるように Like ボタンとフォローボタンの多くを忘れないでください。